こんにちは、平石彩子です。寒い毎日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は給水を開始してから半世紀が過ぎた三鷹の水道について取り上げます。また2月20日まで開催中の三鷹市山本雄三記念館での企画展、小説家山本雄三の時代についても合わせてご紹介します。おなじみ清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに三鷹の水道の近況についてです。三鷹の水道は昭和34年にスタート、以来市の事業として運営されてきました。そして平成14年には東京都の水道事業と統合となり、この4月からはすべての事務業務を東京都と一本化する予定です。私たち市民の暮らしを支え続けて半世紀、今回は三鷹の水道の近況などを水道部業務課の木村課長補佐にいろいろとお聞きしていきたいと思いますが、その前に三鷹の水道の50年の歩みを先般まとめられた三鷹市水道事業50年記念誌でたどってみました。三鷹市の水道は昭和34年に誕生、給水を開始しました。この当時の三鷹市の人口はおよそ8万5000人。戦後都心から次々と人々が移り住み、急速な都市化が進みつつありましたが、飲料水は依然不安定な井戸水に頼っており、市内の上水道整備は緊急の課題でした。そして昭和32年、厳しい財政事情ではありましたが、いよいよ排水場の建設や配管工事が始まり、2年後の昭和34年に待望の水道が誕生したのです。スタート時の給水世帯はおよそ3000世帯、市内の全世帯の 15% 程度をカバーしていました。三鷹の水道の水源は市内に掘削した地下200メートルの深井戸水で賄っていましたが、受水世帯が増えるにつれ、これだけでは需要量を安定的に賄えなくなり、昭和43年から東京都から水道水の提供を受けるようになりました。このグラフは平成14年に東京都の水道に統合されるまでの水源の内訳です。市内の深井戸水の水量を昭和43年頃から給水量が上回るようになり、次第に東京都からの水の比率が大きくなっていくのが分かります。こうした変化は多摩地区の各市も同じで、昭和48年には小平市や狛江市など4市が東京都と統合されたのを皮切りに、年を追うごとに統合が進み、三鷹市も平成14年に都の水道事業と統合となりました。現在では東京都では市独自の水道事業を行っているのは武蔵野市と昭島市、羽村市の3市だけとなっています。東京の水道事業の半世紀の歩みは、膨張する首都圏の水需要に対し水源をどう確保するのかの歩みでもあったと言えるでしょう。それでは現在三鷹の水道はどのようになっているのかを見てみましょう。市内には東西2カ所の浄水所があり、市内30カ所の深井戸から汲み上げた水と浅香浄水場などからの水の合計1日平均5万8000トンが供給されています。深井戸水と河川水の割合はほぼ6対4。三鷹の水道はまだ半分以上が良質な深井戸水なのです。この水道水は市内に張り巡らされた水道管を通って家々に届けられます。水道管のこの総延長は市内だけで347キロもあります。この距離は直線にすると東京と名古屋市の距離に相当する長さで、水道はまさに地下に隠された命の水のネットワークと言えるでしょう。市の水道の歴史はそのまま三鷹の町の移り変わりとも重なっているようですね。それでは水道部業務課の木村課長補佐にお話を伺ってまいりましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。三鷹の水道の歴史を VTR で簡単にご紹介させていただきましたが、このほど発行された記念誌、なかなかに読み応えのある内容ですね。ありがとうございます。三鷹の水道が給水を始めてから50年になることと、この4月には都に引き継がれることになりますので、三鷹市の取り組みを後世に伝える意味でこの小冊子を発行しました。はい、三鷹の水道はまさに日本の戦後の経済発展と歩調を合わせて成長拡大してきておりますので、ご年配の方には懐かしくもあり、また興味深く読んでいただけるのではないかと思います。なお部数に限りがありますけれども、この記念誌を水道部窓口で配布しておりますので、ご希望の方はお早めにおいてください。はい、私ももう一度じっくりと読ませていただきたいと思いますが、都の水道と一緒になったことで今までと何か変わったことなどあるのでしょうか。はい、水道事業が市から都へ変わっても、蛇口から出てくる水も、その水を送り出す施設も基本的には市の水道の時と変わりはありませんので、市民の方々にとっての大きな変化はありません。はい、今までもそしてこれからも水道にとって重要なのは、安全でおいしい水道水を市民の皆さんに安定的に送り続けることです。水道水の安全基準は市販のペットボトルに入った飲料水に適用される基準よりもはるかに厳しく定められていまして、この厳しい安全基準をクリアしています。もともとが日本の水は世界一良質と言われていますし、安全基準でも今お話したようなことですので、これ以上の飲料水はないと言っても過言ではないと思います。ご説明いただくとなるほどという気もするのですが、やはり水道水はちょっとカルキ臭いとかカビ臭いといった感想をお持ちの方も多いような気がするのですが。はい、そうですか。確かにかなり以前のことですけれども、水源となっている川の水質が悪化した時代がありまして、安全性というよりも味の点で問題のあったことも確かです。はい、その当時のイメージがどうしても残っているのかもしれませんね。ただ、ここ数年は川の水質も向上してきておりますので、大きく改善されてきているとは思います。また最近オゾン処理と生物活性炭処理でカビ臭さやカルキ臭さの原因を除去する高度浄水処理施設の整備が進んでおり、一昔前とは美味しさの点でもぐんとステップアップしています。最近東京都では都の水道水を東京水と名付けたのキャンペーンを実施していまして、とても美味しい水です。はい、三鷹市のアンケートでも、70% 以上の人たちが満足している、まあ満足していると回答していますので、美味しい水だということで、飲んでいただいているかと思います。そうなんですか。それは三鷹の水道水が安全で美味しい深井戸から汲み上げた水とかなり使われていることが関係しているんでしょうね。そうですね、市内に30カ所の地下、200メートルの深井戸があり、ここから1日3万2000トンの井戸水を汲み上げています。これを都の、水道水とブレンドして、供給しています。井戸水は年間を通して17度程度と安定していますので、特に夏場は美味しく冷たく、感じられるのではないかと思います。はい、また水道のもう一つの課題は地下に埋設されている水道管の耐震化です。給水を開始した当時と比べ、現在は大地震にも強い大変耐震性に優れた水道管が開発されていますので、この耐震管へ取り替える工事を急ピッチで進めています。水は私たちの命に関わる大切なものですので、これからも安全で美味しい水道水を送り続けるよう頑張ってまいります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、こちらこそこれからもどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お話にあった4月からの東京都との事務統合により、今まで行ってきた三鷹市役所、水道部、各市政窓口での水道料金の支払いは終了となります。今後水道料金等に関する窓口は東京都水道局調布サービスステーションとなりますので、よろしくお願いいたします。また水道料金のお支払いは引き続き都内の金融機関、コンビニなどで取り扱います。詳しいお問い合わせは東京都水道局多摩お客様センターへどうぞ。それでは次に、三鷹市山本雄三記念館で開催中の企画展、小説家山本雄三の時代についてご案内しましょう。
路傍の石などで知られる三鷹市ゆかりの文学者山本雄三は、大正後期に劇作家として力作を次々に発表しますが、その後友人でもあった菊池寛の強い勧めにより小説家として新たなスタートを切ります。こうして最初の長編小説生きとし生けるものは朝日新聞の連載小説として執筆され、2作目の波も同誌に連載されました。この2作品により山本雄三は小説家としても大きな評価を得ていきます。今回の企画展では直筆原稿や映画資料などを通じて小説家山本雄三の魅力を探ります。劇作家としてデビューした山本雄三は、大正末期から昭和の初めにかけて活躍の場を小説の世界へと広げていきます。今回の企画展では長編小説第1作目となる生きとし生けるものと波を中心に取り上げました。山本雄三が小説を書くきっかけとなったのは、友人菊池寛の強い勧めがあったといいます。菊池寛は山本雄三のように構成のしっかりとした長編戯曲を書ける作家は小説も書けるはずだということで、当時の朝日新聞の担当者に強く推薦したということです。山本雄三は2人からの再三の要請があり、小説の執筆を決意したということです。一作目生きとし生けるものは残念ながら中断してしまいましたが、朝日新聞社からは第2作目波の執筆要請がありました。山本雄三はこの執筆を受けるにあたって相当な準備を持って臨んだことが彼の言葉からも伺うことができます。今回の企画展ではこの生きとし生けるものと波について、直筆原稿や当時の新聞記事を展示しているほか、常設展示山本雄三の生涯を全面的にリニューアルいたしました。また建物の歴史をご紹介する部屋も新たに設けましたので、ぜひご覧いただければと思います。小説家山本雄三の時代、生きとし生けるものから波までは2月20日まで三鷹市山本雄三記念館で開催中です。時間は午前9時30分から午後5時までで、月曜日が休館日です。お問い合わせは同記念館42-6233へどうぞ。なお、この企画展開催に合わせ小説波が文庫本として復刊されました。定価は680円、ご希望の方はご覧の場所でお求めください。はい、それでは続いて清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。私たちが暮らしていく上で何よりも大切にしたいのが安全な街づくり、そして安心して暮らすことができる地域社会です。私たちにとって大変その安全安心の面で嬉しいニュースが飛び込んできました。実は平成20年20数年ぶりに三鷹市の刑法犯の認知件数が2000件を下回りました。そして平成21年には1890件とさらに下回ったのですが、昨年平成22年は1696件という速報値が届きまして、さらに減少したということです。交通事故も554件とゼロではありませんが、着実に件数が減っています。これは三鷹警察署や市民の皆様の取り組みのおかげさまです。特に町会や自治会が、あるいは事業所が安全安心パトロールをしてくださっていること、これが大きいですね。さらに三鷹消防署によりますと、昨年の火災の件数は50件と私が市長になりましてから最少になりました。しかも残念ながら燃えてしまった床面積、
焼損床面積といいますが、それは35平方メートルと、これも三鷹消防署が開所以来最も少ない面積となりました。これは三鷹消防署の皆さんのご活躍はもちろんのこと、ボランティアによる三鷹市消防団の皆様のご活躍、さらに地域で夜警夜回りをしていただいている、そうした取り組み、住宅用火災警報器の普及などによるものです。しかし1月2月3月は1年の中でも最も火を使い、火災の発生件数も増える傾向にあります。気を引き締めなければいけません。私たちにとりまして、何よりも安全安心であるために、お一人お一人今一度火の用心、そしてあの振り込め詐欺のような犯罪に騙されないように、緊張して私たちの暮らしを高めていきたいと思います。それでは今年も1年皆様とご一緒に安全安心のまちづくりを進めてまいりましょう。またお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、1月から2月にかけてのこの時期は一年中で一番寒い季節。それだけにこたつやストーブが欠かせないのはもちろんですが、最近ではこれに加えて肌荒れやインフルエンザの予防対策として加湿器が必需品という声をよく聞きます。寒さへの備えをしっかりとして元気にこの冬を乗り切りたいものですね。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。